ビジャ31ビジャ31はアルゼンチンブエノスアイレス市のレティーロ地区、レティーロ駅周辺に位置する市内最大のスラム街である。ビジャ31は首都の主要なバスターミナルと鉄道駅の隣にあり、最も活発なレティーロ地区から数メートルの場所に位置するスラム街である。二千九年十二月、ブエノスアイレス市議会はビジャ十一の都市化を課す法律を承認し、 都市化のプロジェクトは、ブエノスアイレス大学建築学部によって準備された。国勢調査によると、2009年から2013年の4年間に、この地域の人口は2万7千人から4万人に、増加した。1929年の大恐慌の結果、スラム街は1930年代から存在し、ヨーロッパ移民と多くの貧しい鉄道労働者がそこに、定住していた。 この入植地は1932年から1934年の間、ビジャデスオークパシオンと呼ばれていた。1935年、政府は安全基準を満たしていない建物の解体に着手し、ビジャを根絶したが、1940年代には再開された。この入植地は、何十年にもわたり、バリオインミグランテスとして知られている。1950年の終わりには、 レティーロのビジャはすでに周辺に6地区存在していた。1956年新たに設立された国家住宅管理委員会はブエノスアイレス市に33,920人が住んでいる21のビジャがあることを示す国勢調査を提出した。ポスタービジャ31へようこそ1970年代ビジャで死亡を行っていたカトリックの司祭たちは ビジャの根絶に正式に反対し、この地域の労働者階級地区への転換を提案する活動を行っていた。クリスト・オブレロ教区は、1960年代からビジャ31や近隣での種牧を担当していたカルロス・ムヒカ、神父によって設立された。1974年5月11日、ムヒカ神父はビジャルーロのサンフランシスコ・ソラ教会でミサをあげた後、 銃撃され殺害された。2012年7月12日、ノルベルト大ヤビド裁判官は、神父が、反共産党の右派組織トリプル a に殺害された、ことを立証した。国家再編成の過程の軍事独裁の間、ビジャ31の住民は、強制的に避難させられ、大ブエノスアイレス県の周辺に移住した。1983年以降、 住民は再びこの地域に定着し始めた。特に市内中心部の賃料の上昇がビジャ31の人口の急増を招いた。2006年には2番目のスラム街であるビジャ31ビスがレティーロサン・モルティン駅構内の空き地に建設された。2007年ブエノスアイレス市長に就任したマウリシオマクリはスラム街全体と少なくともビジャ31を ブエノスアイレス郊外に移転することを提唱した。2009年12月3日、ブエノスアイレス市議会は法律を改正し、すでに2万7千人が住んでいたビジャ31と31ビスの都市化を提案した。この構想はブエノスアイレス大学建築学部の人間空間研究所によって開発された。北側の入り口2013年の公営住宅予算は、 2008年以来の低予算の一つであった。ビジャの両側を拡張し家屋も4、5階に増築されたが、これらの建物は建設に必要な基本安全基準を満たしていなかった。2016年、政府はビジャ31の都市開発に6億ドルの投資をすることを発表した。2010年の国勢調査によればビジャ31と ビジャ31ビスには7950世帯が存在した。インデックの国勢調査によれば、2010年には、この法的な権利を所有せずに占有されている土地には27000人の住民がおり、ラナシオンの新聞記事によると、4年後にその数はビジャ31で4万人を超えたという。住民のほぼ51%が外国人であり、同新聞の別の中期によると、 住民の数は3万5千人となっている。就学年齢層の人口内の70%が退学し、2.7%が高等教育を終了している。世帯の23%以上が2階以上、1階のみ、42%が1階と2階の家を所有している。2009年から2013年の間に、ビジャ31の人口は2万7千人から4万人に、 増加した。クリスト・オブレロ・キョー・クロザリオの聖母礼拝堂奇跡の聖母礼拝堂グアダルーペの聖母礼拝堂。ありがとうございます。